どうも皆さんこんにちは。医療通訳者のホーティーバンです。私のチャンネルでは通訳者日本語学習に関することを発信しますので、チャンネル登録まだの方はぜひ登録よろしくお願いします。皆さんはベトナム語通訳者が日本のどういう現場で働いているかイメージできますか？日本の法務省出入国在留管理庁の発表によると、2021年末時点における在留ベトナム人の数は43万2千人と非常に多く、国別の外国人の中では旧国に続いて2番目になります。2011年末の在留ベトナム人の数が4万4000人だったことを考えると、それから約 9.7 倍に増加していることになります。2020年現在は新型コロナの影響により、もしかしたら在留ベトナム人の数は減っているかもしれませんが、それでも長い目で見ると、それからも日本を訪れるベトナム人の数は増えていくのではないかと思います。日本に住むベトナム人の数が増えたということは、それに伴う通訳の需要も高まっているということです。様々な現場でベトナム語通訳の需要は生まれています。私は現在医療通訳者として主に医療の現場を中心に通訳の仕事をしています。しかし医療以外の通訳の仕事が全くないわけではありません。本日の動画では、ベトナム語通訳者が実際にどういう現場で仕事をしているかご紹介したいと思います。少し長いので前編と後編2つに分けてご紹介したいと思います。本日は前編ということで3箇所ほどご紹介したいと思います。ぜひ最後まで見ていただければ嬉しいです。ではスタートです。1箇所目は病院や医療センターです。日本で生活している以上、病気や怪我で医療機関を受診したり、妊娠などで産婦人科に訪れたりするということが必ずあると思います。そういう現場でお医者さんや看護師さんと患者さんと間の通訳が必要になります。医療現場での通訳で特に気をつけなければならないのは、お医者さんや看護師さんが言ったことを正確に通訳し、確実に患者さんであるベトナム人に伝えなければいけないという点です。医療の現場では命に直結するような大切な会話が行うこともあります。そういった時、通訳者の能力不足でお医者さんや看護師さんの意図した説明がベトナム人患者に伝わらなかったということは避けなければなりません。とても責任のいる有情な通訳現場ですが、その分通訳者の貢献度も高い現場ですので、とてもやりがいのある通訳になります。はい、次に2箇所目は児童相談所です。児童相談所は自分の子供に障害があるかどうか診断する際や、障害手帳を申請するとき、子育て支援を相談したいという時に訪れる施設です。日本人も利用しますが、在日外国人も日本人と同じように利用することができ、その際に利用者が日本語を話せない場合、通訳が必要になります。児童相談所の職員はベトナム人であったとしても特別扱いしてくれるわけではありませんので、例えば支援などが必要な場合、どうして支援が必要かといった個々の事情を正確に職員さんに伝えなければなりません。私が通訳者として気をつけているポイントは、そういったベトナム人利用者の事情を正確に聞き出し、実際に職員さんに伝えることで、利用者さんが実現したい目的を達成できるようにするということです。
はい、参加署名は保育園や小学校、中学校といった教育現場です。日本の学校では定期的に教師と保護者が面談をし、学校での生活や学習状況について話し合う機会が設けられています。そういった際、学校の先生は日本語しか話せない場合がほとんどですので、先生の意図を正確に伝えるために通訳者の定番があります。他にも入学式後に学校での基本的なルールや仕組みが保護者に対して説明されることがあるのですが、そういった場面では当然学校の先生は日本語で説明しますので、それをベトナム語に通訳して保護者に伝えることもあります。はい、というわけで本日の動画は以上です。本日はベトナム語の通訳が必要とされている場所や場面について3箇所ほどご紹介しました。残りについては後半の動画で紹介したいと思いますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。それではバイバイ。